はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。究極張り切りスタジアムですね、第2戦目やっていきたいと思います。で、今回のお相手はドラゴンズですね、 D チーム。前回日本ルイダーの加欠さんが不調で、平田さん好調。さあ、1番の真由美さんからですね。おお、小松さん球早い。打ち抜くポイントをね、見つけないといけないんですけど、これは詰まった当たりやね。さあ、この試合ちょっと掛布さんが当てにできないからね、バースさんで決めないとダメですよね。おい、入る。よし。ポール直撃の判定なんですね。ようやく目覚ましたかな。ダメやね。幸先よく選手点は取れましたよね。で、向こうのバッターは彦野さんですね。彦野って書いてますけど、どっかのね、ファミスさんのバージョンで彦野さんがピッコロさんになってたのがね、すごく笑えてしまった時期ありましたけどね。で、2番はこれもね、ドラフトの時はあれやったんですけどね、藤尾さんね、将来有望だったんですけどね、結局開花せずまま消えちゃいましたね。で、3番ゲイリーさん、わー、これは切れる、危ない。そう、左打者だとね、たまにこういうのがあるんですね。取れる、間に合わんかった。で、落合さんね、よし、かけた。落合さんは足が遅いから、さあ、今日好調の岡田さんですね。これはギリギリ入った。どんでんらしくない、センターへのホームランですね、右寄りの。で、佐野さんね。取られた。マジっすか。あんなゲートできんねや。はい。うっそ、抜けんかった。はい、木戸さんね。1打席目なんで、ちょっと打たしちゃいましょう。サード横飛びで、宇野さんね。うそ、ボールダメやで。宇野さんに引っ張られましたね、完全に。二村さんね。川又さんね。そう、さっきこれと同じコースやったんですけどね、宇野さんだと打っちゃうんですよね。ちょっと今1個中入れました。できるだけ強いチームね、4番がきっちりしてるチームと最初のうちに当たっときたいんで、
ドラゴンズと当たるのは正解やったかもしれないですね。マカオさん、中尾さんね、足の速いキャッチャーですよね。あー池田さんね。あーダメだ。あ、まゆみさんの一発が見たいな。ちょっと早かったな。うん、打球が完全に先っちょでしたからね。わー鋭い。おしょ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 、バースの前に回しましたね。おおファールフライ。あーゴロ打っちゃダメよ。はい、3回は無得点でしたね。こっちもなんとか抑えときたいね。小松さんよいしょ。うん、外の球をね、もう半速球で投げるというね方法ですね。はい、あれ誰が校長やったか見てなかったな向こうは。さあ掛布さん、これはボール球やね。調子悪いとこうなっちゃうんでね。ジャストミートが当たらない。さあ岡田さん行きましょう。これは残念。うん、当たり良すぎてシングルヒット。さあ佐野さん、これは切れちゃうんか。惜しいな。あセカンドゴロゲッツ。いや今ねちょっと入りすぎてたからわざとボールにしたんですけどね。試合さんさえ封じれれば。おっそ遅かれ早かれ肩鍛えとかないとダメですよね。肩鍛えのはサードと基本は外野ですよね。ほい、あー抜けた。宇野さんにだけどうしても打たれる。ああファールか。危ない危ない。よし詰まった。さあ7番の平田さんですね。こっちはああ落ちるんかい。ああこれはフライ。はい、代打出しましょう。タオさん期待しましょう。
これどうよ、これどうよ、はあ。で、ピッチャー池田さんね。おお、三塁線ツーベースコース。あ、結構硬い。よしよしよし、ワンアウトで真由美さんですね。鋭い打球だけどこれ捉えるパターン。これも、あ、これはいけるんだ。よしよしよし、二塁三塁ね。さあバースで決めちゃいましょう。なんだ今の打球。よしよし、ホーム投げた。完全に今の早く振りすぎたんですけどね。杉本さんね。わあ、ライトへ打ち上げた。ああ、それでも入る。おお、あ、岡田さんね。これは完全に早すぎましたよね。これもボール球やったからこのコースですよね。ファール、危ない。あっちゃはい、鎌又さんね。川又さん、あ、大打出しすぎた。矢沢さんが一番怖いかな。さあ、リムラさん、どっちでしょうね。どっちが兄でどっちが弟か分かんないですけどね。右打者の方がお兄さんやったかな。弟も右打者ですよね、そういえば。ピッチャーには代打出さんない。あ、ちなみに我々のチームの上2人の代打はピッチャー用ですね、基本。おお、佐野さん抜けだ。さすがにレフトゴロはないでしょうね。はい、平田さん好調なんで、ね、そのまま行きましょう。ほい、これは鋭い打球。これは間に合わんか。で、タオさんね。お、遅いけどなんとかなったな。あぶなー。これはレフトへの高い打球だけどファール。ああ、シュートか。よしよしよし、これはいける。ああ、セカンドアウトやったけどね。この辺がええ反応しますよね。惜しかったな、あと2点やったのにね。彦野さん、まあ怖いのは宇野さんだけですね今日は。
時ね、オートやから。まあ、そうか、ゲイリーも左やからちょっと怖いですよね。という言いつつ、なんやかんやで三者凡退。ああ、ラッキーセブンですね。北村さんから。惜しい。これ抜けんのか。ああ、バース行きましょう。これはバースらしい打ち方ですよね。文句なし。ああ、近藤さんですね。あの近藤真一さん。若い時に肩こし酷使しすぎてね。わー、アウトなる。うわー、ナイス返球やね。あー、これはあかん。ああ、クリーンアップが。バースのホームランだけだったですね。さあ、落合さんが、うん、まずワンストライク。よいしょ、調整が難しい。振らない。このボールの球でちょっと勝負しましょう。今回打ち取ったね。そうですね、次ピッチャーの打順回ってきたら7回ですし、8回入りますからね。代打出してもいいですよね。もう池田さん50球投げてるしね。佐野さん、おお、速い球。これは、おお、佐野さんもよう打つな。私ね、あんまりエンドラン使わないんですけどね。これは使いましょう。っていうか、あげちゃダメじゃん、エンドランなのに。はい、タオさん。おお、絶対間に合わない。サノさんの足だと。2球連続空振りか。惜しい。ファールね。粘るな。これは微妙。ああ、入るか。ああ、よかった。はい、あ、そうだ、代打だそう思ってたんだ。柏原さん行きましょう。11ですね。これね、意外と。よいしょ。あの、今風が逆になってますからね。もう前見さんはこの鋭い打球が多いですよね。
アウトか。これ取られるパターン。あ、いいけどね。マユミさんなしなら間に合わない。うん、バースで決めましょう。もう何点か欲しいよね。はい、ピッチャー交代ですね。山本さん行きましょう。山本和幸さんですよね。あ、代打出しすぎた。矢沢さんか。帰ってきたウルトラマンですよね。これはね、あの左の場合はこの辺から投げます。これストライクなんですよね。全然ねベースか、かすってないんですけどね、ストライクになっちゃうんですよね。はい、豊田さんが、なんとかちょっと時間かかりましたけどね、勝つことができました。さあ、今日のリプレイ検証はどうでしょうね。バースかな。はい、今回は12ポイントですね。12人に振り分けられますよということですね。まあそうですね、これでいきましょうか。で、あと1人は柏原さんでいいかな。はい、ということでですね、張り切りスタジアムの2戦目はこの辺で終了させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。